あーびっくりした。モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。ちょっとね、今日やばいよ。あのねよいしょ、あの NGXT のさ、めちゃくちゃ人気のあのクラーケン Z シリーズ、皆さんご存知ですか？クラーケン Z シリーズ CPU クーラーなんだけど、あのね、それのね、新型出たの。新型、ちょあのさはい来た、これ、はい、こちらが本日発売されるこのクラーケン Z サラサラサラ、ちょっと落ち着くね、ごめんね。こちらが今回発売されるクラーケン Z53 っていうやつなんだけど、もう知ってるよね、このこれね。ちょっとマジで落ち着こう。あのね、私これ超好きなの。ふぅ、あのね、やっぱ NGXT はね、一味違うんだよね。なんかこうワンランク上質な、なんだろうね、あのね、あーデイ、はい、これで見えるかな、クラーケン Z53、 もう何回でも言うよ、 NGXT のクラーケン Z53。 これね、まずね、箱から見ていきたいんだけど、2連タイプだね。ファンが2個のタイプでね、この水枕よ、これ皆さん、これよ、これ水枕にね、温度表示があって、しかもそれが LED で光るっていう、この演出、これがね、爆発的人気を出してるんだよね。でね、あんまり皆さん注目しないんだけど、このファンね、もう見ればわかるよ。ここのもう、まあ、開けろ。はい、横こんな感じ、そして後ろがこんな感じ。 NGXT といえば紫だよね。それでは早速開けさせていただきたいと思います。よいしょ。はい、見えるこのメッセージ、これはね、最高の自分の PC を作りましょうって書いてあるんだよ。合ってる？パカーン。お、説明書が出てきた。出していくよ。出しちゃうよ。でい、こんな感じになっております。まずどれから外そうかな。ラジエーターから取っちゃいましょう。よいしょ。おっと、なんで一番長いのから、私は。よいしょ。はい、まず水枕、まず CPU が触れる部分ね、ここ外しちゃいましょう。よいしょ。はい、こんな感じでございます。こちらは冷却パフォーマンスが向上しているとのことです。で、私がこの簡易水冷が好きな理由の一つ、ここのね、ソケットの部分が AMD、インテルって2種類あるんだけど、いちいちね、こうネジ止めしたりするの大変じゃん、外したりなんだりするの。ちょっと外せばポッて取れるの。これいいでしょ。これカチャってやるだけで簡単にソケットを交換できる、この作りめっちゃ好きなのよ私。よいしょ。はい、出ました。こちらがラジエーターでございます。こんな感じになっていて、横には NGXT っていう刻印がされてるね。はい、バンと。こちらがラジエーターにつけるファンなんだけれども、ここに小さい爪が、私の爪じゃないよ、ここにね、4角ちっちゃい爪があるの、見えるかな。これね、ここのブレードが外せるようになってるんだよね。こういう風に細いマイナスドライバーなんかをここにぶっ刺してパコンって取る感じ。このフレームが取れる仕様のファンなんだよね。これね、色変えれるんだよ。純正はね、グレーのようなブレードなんだけれども、これね、白とかに交換するとめっちゃくちゃ可愛いんだよね。まあ、そういった着せ替えが可能なファンっていうことね。こういうところでおしゃれ感出してくるんだよな。ということで、2つのファンはこちらに置いときましょう。続いて付属品見ていくよ。よいしょ。こちらはあれだね、電力を流すケーブルと NGXT の RGB 専用ソフトカムリンクと同期させるためのケーブルになります。あとはブラケットとかネジ類だね。モカ太郎の動画。それではラジエーターにファンをつけていきましょう。よいしょよいしょ、完成。そしたら付属のネジとワッシャーがついているので、ネジにワッシャーをコローンと、これで取り付けていきます。はい、こんな感じで仮止めが終わりました。決めていきます。はい、完成しました。でい、じゃあこちらの PC に簡易水冷を取り付けていきましょう。じゃあブラケットを作っていこうか。はい、じゃあマザーボードの裏側に4つの穴があるので、この付属品のブラケットを装着します。そしたらこの穴に付属品のこのネジを取り付けていきます。はい、こんな感じで取り付け完了でございます。
じゃあラジエーターは、はい、こんな感じでラジエーター取り付け完了しました。続いて水枕をここに乗せる前にグリス塗りましょう。いつもの DX1 を使っていきましょう。はい、つけます。はい、OK。 じゃあ水枕つけていきます。固定していくよ。そしたらケーブルつけていっちゃいましょう。まずね、ここにいっぱいピンが立っているところにこの端子のケーブルを刺します。はい、こんな感じだね。次にこのケーブルを刺していきます。こうだね。はい、刺し終わりました。で、反対側は USB2.0 のコネクタになっているのでここに刺します。はい、こんな感じ。OK。 今度はここから生えてるケーブルなんだけれども、こんな感じのコネクタたちになるんだけど、左からカムリンク、次が SATA 電源ケーブル、で次がファンコネクタに、次が呪術つなぎをする場合に使うファンコネクタになるね。分岐だ。ってことで大体配線が終わったので GPU つけましょう。じゃあ剥がすね。よいしょ。ピリ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 ー。はい、ということで組み立て終わりました。でね、ちなみに Z53 はこれ2連なんだけど、はい、ダーン。こちらクラーケン Z73、 これはね3連の簡易水冷になっております。この3連ファンの Z73、 そして今回つけた2連ファンの Z53、 これのね冷却効率も次回の動画でちょっと見ていきたいなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もうね、この温度をね、光らせたい、早く。それでは。